皆さんこんにちは。眞子さまとの結婚問題で世間を騒がせている小室圭さん、借金問題以外にも元カノとの二股疑惑など様々な悪評が聞こえてきています。クラブでのパリピ画像が流出するなどチャラかったことが周囲の友人たちから暴露されています。こちらは2011年12月18日に都内のクラブで開催されたクリスマスパーティーでの写真。この写真では手慣れた感じで女性の肩に手を回しています。眞子さまと小室圭さんは2012年6月に行われた留学説明会で出会っていることから、まだ眞子さまと出会う前に一大学生としてクラブではっちゃけているのは何の問題もありません。しかし眞子さまとすでに交際がスタートしていたにもかかわらず、もう一人の女性の存在がちらついていたとか。そこで今回は小室圭さんの元彼女に注目して調べてみました。小室圭さんの元カノは平珍楼という全国的にも有名な中華料理店グループの社長令嬢のようです。同時期に眞子さまと付き合っていたかもしれないという二股疑惑も気になるところです。それでは早速見ていきましょう。女性セブンによると、小室圭さんと親しく交際していたと言われる女性の特徴は以下の通り。その女性は150年近く続く歴史あるレストランを経営する実業家の令嬢です。小室さんの地元横浜では誰もが知る名店ですよ。海外にも支店があり、グループのピーク時の売り上げは100億円を優に超えていました。小室さんはその女性と大学入学後、留学を希望する学生向けの予備校で出会ったそうです。150年近い歴史があり、横浜では誰もが知る名店、海外に支社があるという情報から平珍楼の可能性が高いですね。平珍楼は株式会社でレストラン経営だけでなく、お菓子や食料品の製造販売、その他フードビジネスを展開しており、その社長令嬢と小室圭さんは付き合っていたことになります。小室圭さんが社長令嬢と付き合っていた同時期に眞子さまとも付き合っていた可能性が報じられています。確実に交際期間が重なっていたと言っているわけではないので、実際のところ二股していたのかどうかは分かりません。フライデーによると、小室圭さんと眞子さまが出会ったのが2012年6月の留学生の意見交換会。そして小室圭さんが母親の小室佳代さんに眞子さまではない彼女がいることを話したのが2012年9月のことです。小室圭さんは2013年12月に交際してから1年余りのタイミングで眞子さまに結婚しようとプロポーズをしていると報道されているため、眞子さまと小室圭さんが付き合ったのは2012年12月頃と考えられます。小室圭さんが12月まで社長令嬢と付き合っていれば二股をしていたことになりますが、実際のところはそれ以前に別れていた可能性もあります。なので小室圭さんの二股疑惑についての真相は謎に包まれています。眞子さまが小室圭さんの元カノの情報を知っていたのかどうかは非常に気になるところですが、実際のところはどうだったのでしょう。小室圭さんと社長令嬢はかなり関係がこじれた末に別れたと報じられています。圭さんは ICU 時代に留学を希望する学生向けの予備校で彼女と出会ったみたいです。交際時期がかぶっていたのかどうかは僕にも分かりませんが、かなり関係がこじれた末に別れたという話は聞いています。 SNS では小室圭さんと社長令嬢が別れた背景には金銭面というのが理由として挙げられていました。小室圭さんが社長令嬢のクレジットカードで支払いをさせていたのではないかという噂です。
こちらの話についての真相は明らかになっておらず、情報源も怪しいため本当かどうかは分かりませんが、ネット上ではクレカの件でかなり話題になっているのは事実です。今後小室圭さんの過去のプライベートがさらに明るみになるかもしれません。引き続き注目していきたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。